リュック。え、ブリッツボール大丈夫か。ひどー。どうも。お前さっきの技もう一回やってみ。嬉しかった。今度こそ助かったと思ったんだ。素人じゃないよな。どこのチームだ？ザナルク&エイブス。なんだか見たことねえな。どっから来たって？あ、悪い。今のなし。あ、俺さ、真に近づきすぎて頭がぐるぐるなんだよな。だからどこから来たとか、ここがどこなのかとか。真の毒気にやられたか。でもこうして生きてるんだ。エボンの賜物だな。トレーニング続けてろ。俺はワッカ、このビサイドオーラカの戦士兼コーチだ。なんだ、腹減りか。よし、村行くぞ。なんか食わしてやる。ワッカはいいやつだと思った。だから聞いてみたくなったんだ。あのさ、ザナルカンドって千年前に滅びたんだよな。今は遺跡になってしまったでいいんだよな。昔々スピラにはでっかい町がたくさんあった。夜でも賑やかな機械仕掛けの大都市だ。みんな機械の力に頼って面白おかしく遊んでたわけだ。だけどな、見てみろ、突然真が現れて機械の街を全部壊しちまった。もちろんザナルカンドもな。それが大体3年前。そう、お前の言う通りだ。まあ真は調子に乗っちまった人間への罰ってわけだな。まったくよ、昔の奴らのせいで今の俺たちが苦労するなんて腹が立つよな。もちろん罪を償うのは今の人間の大切な役目だ。それは分かってるさ。でも時々やりきれなくなってな。リュックの言った通りだった。ワッカもリュックも嘘をつく必要なんて全然ないんだ。でもよ、ザナルカンドエイブスってのは笑えたぞ。もしかしたらそんなチーム本当にあったのかもしれないけどよな。あ、楽して暮らしてた時代のチームなんて言わっちに決まってるけどね。お前が落ち込むことないだろうが。俺を励ましてくれるワッカの気持ち嬉しかった。でもその時俺が考えていたのは、始まりはシンだ。だからもう一度シンに会えば、それができたらザナルカンドへ帰ることができるかもしれない。その時が来るまでは、ここがどこかとか、いつの時代だとか、気にするのはやめよう。気にしないってのは難しかったけど、少しだけ楽になった。ほんの、少しだけ。おい、
っちだ。なんかあんのか？ブリッツとシンだけがザナルカンドとスピラを繋いでるような気がしたんだ。そんなに外れてなかったろ？俺はあそこで生まれて5歳でブリッツボールを始めた。13歳でビサイドオーラカに入って10年戦士ってやつだな。でも10年やっても大会じゃ一度も勝てなかった。で引き際が肝心だってんで去年の大会を最後に引退したんだ。でな、引退してから新しい仕事を始めたんだな。でもちょっと気抜いたらすぐブリッツのこと考えちまう。10年間勝ちなしじゃな。去年の1回戦はチャンスだった。でもきついことがあって試合に集中できなかった。言い訳っすね。厳しいっすね。次の大会で勝ってスッキリしたい、そういうことか。大会の目標は？順位は関係ないんだ。いい試合ができたらそれでいい。本気でやったって充実感があれば、俺、すっきりやめられると思う。目標！って聞かれたら、優勝！って答えろよ。試合に出るなら勝つ。それ以外何があるんだ？優勝？マジっすか？ああ、海から来た人か。この道は魔物が多いから注意した方がいいよ。真に近づいたのに助かったんだろう。こんなところでやられるなよ。誰？討伐隊のルッツとガッタ。ん？討伐隊？お前そんなことも忘れちまったのか？悪かった。気にすんな、俺が面倒見てやる。うっす。その代わり大会の時は大活躍してやるから。よし。ああ、討伐隊のことは直接聞けよ。村の宿舎にいるはずだ。ビサイド村だ。食べ物ある？後であの家で食わせてやる。しばらく暇つぶしてろ。
そうだな あそこが討伐隊宿舎だ。ルツとガッタにいろいろ聞いてみろよな。あ、そうそう、こっち来い。なんだよお前、いくらなんでもお祈りは覚えてるな。祈ったことなんてなかったから、もちろん全然知らなかった。きっと忘れてるだけだよな。ま、とにかく教えてやる。ほれ、やってみ。上出来だ。じゃあ寺院の召喚師様にご挨拶してきな。それはブリッツボールの選手だったら誰でも知ってる勝利のおまじないだった。なんか本当、本当に俺の知らない世界だった。ブラスカ様が大召喚師となられてから10年、やっとこの寺院にもご聖像が届きました。大召喚師って何すか。俺真の毒気に当たっちゃったんです。何度も同じ言い訳をする自分が少しおかしくて寂しかった。召喚師とは神秘の技で我らエボンの民をお守りくださるお方。選ばれし召喚師が操るは血肉を持たざる聖なる獣、召喚獣。祈りに応えて姿を現す召喚獣は大いなるエボンの賜物。要するに、なんだかすごいおじさんたちに感謝しなさいってことだと思った。悪いな、飯はまだなんだ。昼寝でもしてろ、疲れてるんだろ。様子を見に行った方がよくはなかろうか。大丈夫だと思うんですが。しかし、もうかれこれ。しかし、もうかれこれ。かれこれ、一日経っているからな。様子を見に行ってもらえますか。すでに関係者で手分けして探している。ありがとうございます。
あんなやつ帰ってこなくてもいいのに。死んでしまうかもしれないのよ。それでもいい。そんなに、そんなにお父さんが嫌い。死んでしまったら嫌いだってことも伝えられないのよ。ワッカ？なんかあったのか？召喚士が試練から帰ってこない。あ？いや、正確にはまだ10召喚士だな。あ？あの奥に試練の間ってのがあって、重召喚士はそのさらに奥で祈る。祈りが通じれば正式な召喚士になれるって思い出したか？誰かが奥の奥から帰ってこない。それは分かった。もう一日経っちまった。命に関わることなのか？時にはどうして助けに行かない？ちゃんとガードがついてるし、何より掟だし。もしものことあったらどうすんだよ。死んじまったらおしまいだろ。掟を破ってはなりません。知るか。いきなり心細くなった。熱くなってたんだ。まあいいや。ここは召喚士と重召喚士、そしてガード以外立ち入り禁止だ。掟だからよく覚えとけ。あんたはいいのか？俺はガードだからな。ガードってば？あ！召喚士はスピラ中の寺院で祈りを捧げるための旅に出るんだ。ガードってのはその護衛だ。今この奥にいるガードは一人はすぐに怒るし、もう一人は何考えてるかわからん。まここまで来ちまったら一緒だもんな。しゃね、行くぞ。なんであんたが来るわけ？私たちじゃ不安だった？いや、そのつい、ほらやっぱり怒ったろうね。召喚士は大丈夫なのか？あんた誰？できました。私召喚士になれました。
そりゃ驚くって。召喚士はおじさんだと思ってたからさ。こっちこっち。よく見てろよ。ニエンレッツの。いいぞ。はい。圧倒的な光景だった。見た目は少し怖かったけど、なんていうのかな、不思議な優しさみたいなものが俺にも伝わってきたんだ。そうそう、初めて話をしたのは夜になってからだった。俺には分かってなかったけど、あれは特別な夜だったんだよな。みんなの、俺の。チームのみんなに紹介だ。今度の大会にどうしても出たいってんでチームに入れることになった。ちょっと記憶がねじ曲がってるから変なこと言うかもしれないが気にするな。俺挨拶。よろしくな、みんな。で、大会の目標は？精一杯頑張る！あ？俺たちの目標は変わった！目標は、優勝だ！クリスタルの優勝カップをこの島に持ち帰る！出る試合には全部勝つ！よそのチームは全部倒す！そうすりゃ優勝できる！簡単なもんだ！優勝だ！起きて破り目。召喚師様に近づくでない。いけないんです。ユーナ様、いかんぞ。でも元はといえば私のせいですから。ユーナです。さっきはありがとうございました。え？ああ、助けに行ったことか。でもさ、あれまずかったんだろ。俺、余計なことしちゃったよな。いいの、私が未熟だったから。あのさ、召喚獣見たぞ。すごかった。本当？私、大召喚士になれると思う？ユーナ様、もっとお話ししようよ。じゃあ、
また明日。明日って？明日は同じ船で出発でしょ？あ、そうなの？お話できるよね？うん。ザナルカンドのこと聞かせてね。可愛いだろ。好きになるなよ。そんなの約束できないね。向こうが俺のこと好きになったらどうするよ。そんなことにはならない。眠くなってきたら俺に言え。寝床の用意してやるから。船来ないな。早く来ないとみんなに見つかっちゃうね。本当にいいのか？ザナルカンドに連れてって。こらー、あたしと旅するって言ったのに。あれはユーナを好きになるなって言われたくせに。そっか。そう、だから私と行くの。なにやってんだ、ガキのくせに女と旅だ。千年早いって。おお、また始まるのかな。泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ。大嫌いだ。聞こえねえな。もっと大きな声で言わないとダメだよ。大嫌いだ。あ？ほら、頑張れ。ほら、頑張れ。大嫌いだ。もう死んでしまったのよ。あの子がチャップに似ているのは認める。私も最初見たとき驚いたわ。でもどれだけ似てたってチャップの代わりにはならない。今はわからないだろうけど、いつだって私の方が正しかったでしょ。でもさ、あいつだって困ってたし。また言い訳？だって。だって。でも聞き飽きたわ。怖いなあ。で、チャップって？俺の弟だ。お前に似てたんだ。死んだ？討伐隊に入ってたけど、去年シンと戦ってやられた。俺がそれを知ったのは大会の日でな。ああ、それで。俺はガードになってシンと戦うことにした。敵討ちか。そのつもりだったけどな。笑っちゃうよな。弟の敵討ちとブリッツ、どっちが大事だってんだよな。ま、次の大会終わったらガードに専念すっから。そのためにお前を利用してるみたいだけど、悪いな。気にすんなよ。俺だってあんたに頼りっきりだ。あんたに会えて本当に助かってる。いろいろありがとな、ワッカ。照れるからやめれ。
よう、寝坊すけ。お前にやろうと思ってな。すげえ。もらっていいのか？おう、使ってくれ。それ、チャップにあげたやつ。気にすんな。あいつは一度も使わなかった。ユーナ遅いな。ユーナと同じ船なんだろ？先に行ってればいいんじゃないのか？10年前、ユーナはこの村に来た。ブラスカ様のナギ説が始まった年だ。ナギ説？その時から、ユーナは俺とルールーの妹みたいなもんだ。素質があることが分かって、重召喚士になって。そして今日、召喚士として旅立つ。はじめから、一緒に旅立ちたいってわけ。そんな荷物、邪魔になるだけよ。あ、私のものは何もないの。お世話になる寺院へのお土産。ユーナの旅、そんなんじゃないだろ。そっか、そうだよね。じゃあ出発。よく見ておく。早く行こうぜ。少しの間待つ。あ？もう、いいのか？うん。何？古い習慣でな、島を出る奴はこの遺跡に無事を祈っていく。あの日、チャップは祈らなかったんだ。船の時間に間に合わないってな。よし、完璧。いいだろ。なんだよあいつ。キマリロンゾ、ロンゾ族の青年。魔物の技を覚えて使いこなす。そういう意味じゃなくて。あいつもユーナのガードさ。私たちにもよくわからないんだ。キマリってとっても無口だから。うん。でも、私が子供の頃からずっと守ってくれてるの。はぁ、あ。
の召喚士様らしいな。おお、あのブラスカ様のご息女だ。すげえ。ブラスカ様の娘？うん。ユーナの親って有名人なのか？大召喚士ブラスカ様の娘だ。陣にご生存があったろ。10年前に神を倒した大召喚士ブラスカ様。ユーナは召喚士として最高の血を受け継いでるのさ。かわいそうだよな、親が有名だと。え？この人にそういう想像力を期待しても無駄ね。ん？覚えとくよ、ルル。気持ちいいね。ブリッツの選手なんでしょ、ザナルカンドの。それ、ワッカから聞いた？あいつ、絶対信じてないくせに。私は信じるよ。ん？ザナルカンドでは、夜でも光が溢れていて、大きなスタジアムがあって。スタジアムではブリッツボールの試合が開かれて、いっつも超満員。なんで知ってんのさ。ジェクトという人から聞いたの。父さんのガードしてくれた人。俺の親父もジェクトって言うんだ。すごい。私たちが出会えたのはきっとエボンの賜物だね。似てるけど別人だよ。どうして？親父死んだんだ。10年前ザナルカンドの海でな。ある日、海へトレーニングに行ったまま、帰ってこなかった。それっきり行方不明さ。
ジェクトさんはその日にスピラに来たんだよ。まさか。だって私がジェクトさんに会ったのは10年と95日前。父さんが旅立った日だからよく覚えてる。時期はぴったりでしょ。でもどうやって来たってんだよ。君はここにいるよ。引きずり込まれるぞ。シンはキーリカに向かっている。あいつの注意を引きつけたい。キーリカには俺たちの家族が。召喚師様、お許しを。待てよ、本気かよ。
に。ザナルカンドで真に襲われて、気がついたらスピラにいた。だからもう一度真に会えたら家に帰れるって期待していた。私、真を倒します。必ず倒します。なんて甘いことを考えていたんだろう。あの日、あの時、あの燃えるような夕日の下、俺は思い知ったんだ。ここは俺の知らない世界で、そう簡単には帰れない。これが逃れようのない現実だとやっと分かった。私、召喚士のユーナと申します。リサイド寺院から参りました。あ、召喚士様。他に召喚士がいなければ私に異界送りをさせてください。ああ、ありがたい。もう身内が魔物になるのは覚悟しておりました。どちらへ行けばいいですか？俺たちは町の様子を見てくる。人手がいるだろうからな。え？異界送りって何？何が始まるのさ？
あんた忘れたんじゃなくて本当に知らないって感じね。死者は迷うのよ。死んでしまったのが悲しすぎて自分の死を認めようとしない。もっと生きていたいと願いながらまだ生きている人間を羨む。死者は生きている人間が羨ましい。その気持ちはやがて妬みや憎しみに変わる。そういう死者の心がスピラにとどまると命を憎む魔物となって人を襲う。そんなの悲しいでしょ。だから異界送りをして迷える死者を眠らせてあげるのよ。それも召喚士の仕事なのか。召喚士って大変だな。ユーナはそれを選んだの。何もかも覚悟の上のこと。私たちにできるのはユーナを見守ることだけよ。最後の時までね。最後の時？最後って何？神を倒す時まで。ああ私うまくできたかな。初めてにしては上出来。きっとみんな異界に行けたわ。でも次は泣かないようにね。次なんてなければいい。真に殺された人たち、異界送りをするユーナ、それを見守る人たち、不思議で少し恐ろしい儀式、もう見たくないって思った。
やっと来たんすか。ワッカさんが待ってるっすよ。必勝祈願だ。おう！キーリカの寺院は大召喚士のオハランド様が暮らしていたところだ。オハランド様は若い頃はブリッツボールの名選手だったんだ。ワッカ、必勝祈願はいいんだけどさ、なんかいいのかな。ブリッツで浮かれたらまずいってか。こんな時だしさ。こんな時だからこそだ。選手は力の限りを尽くして戦う。観客は贔屓のチームを応援する。嫌なこと、辛いこと、試合中だけは忘れられる。それが長い間このスピラでブリッツがなくなっていない理由だ。俺はそう思うな。そっかな。いい試合して勝ってますぜ。おう、ジーンは森を越えたところだ。では、行くぞ。どうした？ユーナがね、あんたも一緒にってさ。え？あのさ、ガードお願いしちゃダメかな。なんだそりゃ。冗談よせよユーナ。こいつはブリッツはできるけど、魔物との戦いは素人だぞ。ガードじゃなくてもいいの。そばにいてくれれば。え？何それ、どういうこと？それは、どうせみんな寺院に行くんだから、話は後でいいでしょ？ごめんね、突然。ごめんって言われても、なんだよ、よくわからないな。ごめんなさい。この石段はな、由緒正しき石段なのだ。オハランド様が現役時代にここでトレーニングしたのだ。勝負っすね。うん、俺に勝てると思ってんの？ユーナ、頼む。よーい。なずこい。え？まずいっす。早く、手伝え。真のこけらだ。
きつー。ああ、悪かった。ついお前を呼んじまった。ガードは大変っすね。お前、バトルの方も才能あるみたいだよな。やめてよ。あのさ、真のこけらって何？真の体から剥がれて、置き去りにされた魔物のこと。放っておくと真が戻ってくる。さっさと退治しちまわないとな。バトルの才能があるかもって、ワッカに言われて。この時、ユーナのガードになることを、頭の隅で考え始めたような気がする。はぁ、あ。そういや、あれだ、ザナルカンドには魔物はいるのか？あまりいない。たまに出ると大事件だな。あ、ザナルカンドのことなんて信じてないくせにさ。考えたんだけどよ、真にやられた人間は死ぬんじゃなくて、真の魔力で千年前だか後だかの世界に運ばれるのかなって。で、ある日突然ひょっこり帰ってきたりしてさ。いつもながら感心するわね。ん？自分を騙す方法を次から次へと考えつくから感心するって言ったの。シンはチャップをどこにも運ばなかった。彼を押しつぶしてジョゼの海岸に置き去りにした。パンタの弟は二度と帰ってこない。それからね、これも言っておくわ。あんたがどんなに望んでも誰もチャップの代わりにはなれない。ジェクト様の代わりもどこにもいないし、もちろんブラスカ様の代わりだってどこにもいない。そんな考え方、悲しくなるだけよ。俺だって弟の代わりなんてできねえんだよ。まあいろいろあってな、気にすんな。ワッカとルルーとチャップってやつの間に、そう、俺の知らない複雑な事情があったんだなって、それくらいは分かった。でもそういう話題は苦手だった。お前たちもオハランド様に必勝祈願か？祈願だ？我らルカゴアーズは上昇だ。祈願など必要ない。じゃあなんでここにいる？もっと強いチームが現れるように祈ったのさ。お前んとこは今回も目標は精一杯頑張るってやつか？そんなチンケな心構えじゃ今年も初戦敗退確実だな。今回は優勝狙いだ。狙え狙え、狙うだけなら誰でもできる。決勝で会おうぜ。あいつらにだけは勝つぞ。知ってるチームなの？人を見下してバカにして、あの態度が俺の親父みたいだ。ジェクトさん、優しくて楽しい人だったよ。それは別人っす。いなくなって10年、それなのに親父のことを考えると俺の気持ちはざわざわした。バッカたちはお祈りが足りないのよ。
オハランド様、何卒お力を。あなたも召喚士？リサイド島より参りました、ユーナと申します。ドナよ、あなたが大召喚士ブラスカ様の娘ね。血統書付きの召喚士様でしょう。あら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 、この人たち全員あなたのガード？ゾロゾロとみっともないわね。ブラスカ様のガードは二人きりだったはずよ。ガードは量より質、数に頼るなんて浅はかね。だから私のガードは一人だけね、バルテロ。ガードの人数は信頼できる人の数と同じです。自分の命を預けても安心だと思える人の数です。だから私にはこんなにガードがいてくれて幸せです。父よりも幸せだと思っています。もちろんあなたの考え方だって間違いではないと思います。だからドナ先輩、私たちのことは放っておいてください。勝手にしなさいよ。行きましょう、バルテロ。ガードとは召喚士が命を預けても安心だと思える人。俺、そういう人になれたのかな。何笑ってんだよ。祈り子様はこの下にいらっしゃる。さあ、行こうぜ。祈り子？その前に、試練の間よ。準備はいいわね、決まり、ワッカ。よろしく、お願いします。お、あ、どうして？ガードじゃないから。なるべく早く戻るから待っててね。また一日かかったりするんじゃないの？ユーナは？あなたは何をしているわけ？ガードじゃないからな、俺。入っちゃダメなんだろ？ガードじゃないんだ。なんだよ！あ、離せっつーの！うん、何すんだよ！仕返し。は？これきっとまずいっす。ガード以外は立ち入り禁止なんだよな。ここまで来ちゃったら同じか。
おいおいおい、ドナと筋肉男が無理やりさ。理由はどうあれ罰を受けるのは言うなよ。罰ってどんな？寺院立ち入り禁止もあり得る。ここから先は召喚士だけの聖なる場所よ。ガードも入っちゃダメなのか？起きてだ。ああ。静かにしていろ。この中、何があるんだ？祈り子様がいらっしゃる。ああ、それそれ。さっきも言ってたよな。神を倒すために、進んで命を捧げた人たちを、エボンの技で、生きながらにして、魂を肉体から取り出されて。あ？祈り子像に封じられて、永遠の時を生きる。祈り子様の魂は、召喚師の祈りに招かれて姿を現す。それが召喚獣よ。この部屋の中に ユナは中で何をしてるんだ？必死に祈ってるんだ。神を倒す力を貸してくれってな。あの時、みんなには黙っていたことがあるんだ。あそこで聞こえていた歌は、子供の頃から知っている歌だった。ザナルカンドとスピラが、どこかで繋がっている証拠。そう思った。それに気づいたからなのかな。帰りたい気持ちが急に強くなってさ、胸が詰まったみたいで、何にも言えなくなった。抑えていたはずのザナルカンドへの気持ち。膨らんで、弾けた。顔が、カーッと熱くなってさ。大丈夫？大丈夫じゃないかも。どうしたい？叫びたいかも。さーて、次はいよいよルカだぜ。着いたらすぐに試合が始まる。船の中でゆっくり休んでおけよ。
しい服だな。なんだ、ずいぶん汚れてやがる。こりゃ売り物にはならねえか。金持ってるようにも見えねえし。もういいぞ、あっち行け。なんだよあんた。俺は23代目大赤屋。大赤屋？ち、知らねえか。まあ誰も知らないんだけどよ。なんとか言いなさい。無責任だと思うでしょ。大丈夫だって、ルカにあいつの知り合いいるって。いなかったら？そん時はどっかのチームに入るとか。とにかくビサイドにいるよっか何倍もマシだろ。要するにあとは勝手にってこと？どうすれってんだよ。言うのはガードに従ってる。ああ、それそれ、面倒なことになったよな。原因作ったのは誰？俺だってのかよ。俺だよね。どうしてユーナはあいつをガードに従るんだ？ジェクト様の息子だからよ。あ、なるほどね。でもそれ本当なのか？本当にジェクト様の息子なのか？真実はともかく、ユーナはそう信じてるわね。なるほど。なるほどなるほどって、あんたちゃんと考えてるの？考えてっけど、結局はあいつが決めることだ。あいつとユーナが決めることだろ。まともなこと言うじゃない。どうなるのが一番いいのかしら。あんたから進めてみたら？何を？ユーナのガードになること。なんで俺が？ユーナからは言えないでしょ。なんで？父親が嫌いで、父親の影を重ねられるのも嫌。そんなこと言ってる人に言えると思う？君はジェクト様の息子だから、私のガードになってほしいって。気にしすぎじゃないか。分かったよ。大会終わって落ち着いたら俺から話してみる。無理強いしちゃダメよ。わかってるって。決めるのはあいつだ。あいつ父親が嫌いなのか？そうみたい。ユーナから聞いたわ。親父が嫌いか。そりゃ贅沢もんだよな。俺両親のことなんて覚えちゃいないもんな。好きも嫌いもないもんな。私は5歳だったから少しは覚えてる。くそ。シンが何でもかんでも取っていきやがる。これはこれは、ジェクトさんちのお坊ちゃまではありませんか。いつもはただじゃ見せないんですけどね。そのシュートはこうやるんですよ。お前にはできねえよ。でもな、心配することはねえ。できないのはお前だけじゃない。俺以外にはできやしねえ。俺は特別だからな。
でも無理でも無理でも無理でもお前にはできお前にはできねえよ無理でもお前にはできねえお前にはできねえ俺は特別だ無理でも無理でも俺は特別だから。何が特別だってんだ。あ、すっげえ。なんて技だそれ。名前なんかないし、練習すれば誰にでもできる。もう一回やってみてくんねえか。周到だよね、さっきの。あ、なんで知ってるっすか。子供の頃ジェクトさんが見せてくれたんだ。正式な名前はジェクト様シュート3号だよね。バカな名前だよな。それにさ、本当は1号も2号もないんだぞ。3号って言っとけば1号も2号もあるって客は期待する。そういう客は今夜こそ見れるかもって毎晩スタジアムに来るって言ってた。でさ、本当にその通りになってすっごく腹が立ったな。親父生きてるのか。わからない。でもね、ジェクトさんは父さんのガードだったから。こっちでも有名人。うん、だからもし亡くなったとしたらその話は伝わってくると思うんだ。ふん。ねえ、会えたらどうする。10年前に死んだと思ってたやつだぞ今さらな。そうだな、何より先にぶん殴る。あいつのせいで俺も母さんも苦労したし、あいつが有名なせいで俺はいつでも。ユーナならわかるだろ。ん？ユーナの親父さんも有名なんだろ。この世界の人はみんな知ってるよな。嫌じゃないか。時々父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ。それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。まあ、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。ジェクトさん、かわいそう。お、俺は？もっとかわいそうだね。で、さっきの、もう一回やってくれ。ああ、親父がルカに来るとは思えなかった。あいつ他人の活躍を見るのが嫌いだったからさ。だけど必ず何かが起きる。そんな胸騒ぎがして眠れなかった。大会で活躍するっすなんて言ってたのは不安を紛らわす空元気ってやつでさ。